反時代的考察は、フリードリヒ・ニーチェの著書。本書は、ヨーロッパ、特に、ドイツ文化の現代的状況に関する4つの評論、及びエッセイをまとめたものである。死後出版された5番目のエッセイは、我ら文献学者という表題で、文献学の課題、消滅としている。ニーチェは、経験的知識の限界を論じ始め、後に洗練されるアホリズム的な構成をとっている。 また、本書は、悲劇の誕生の頃に見られた素朴さと、新たに展開される、ニーチェの過激な論考の過渡期を示すものとされている。1873年から1876年に、かけて、ニーチェは4本の長い評論を発表していた。ダービシストラウス、告白者と著述家、性に対する歴史の利害について、教育者としてのショーペンハウアー、バイロイトにおけるバーグナーであり、 これらの4本を半時代的考察の表題のもとに一冊にまとめられた。なお、当初の企画では13本の評論からなる予定であったとされ、ニーチェにとってこの作業は6年間続くものと考えられていた。1873年の日記によると、次のような構成が練られていた。1、文化的ペリシテ人に、歴史3、哲学者4、学者5、美術6、 教師7、宗教8、戦争と国家9、主張10、自然科学11、民族学12、商業13、言語当時の流行思想家、ダービート・シュトラウスの文化論に対するポレミックな批判からなる。彼は、シュトラウスの思想を、信教とし、大敗した文化に奉仕する低俗な歴史の解釈とし、シュトラウスを疑似文化のペリシテ人として批判している。 生に対する歴史の利害については、知識を得る目的としての知識という一般的な視点ではなく、社会全体の健康をどのように向上させるのかの説明に沿って生きることが最大の関心となるように歴史を読み解く一つの代替手段を示している。また同時に古典的ヒューマニズムの基本的教訓への批判を展開している。この評論でニーチェは、 人間の歴史主義と人間の主観性の中に重要な側面があることから客観的概念を持つことができるという両方の考えを批判している。ニーチェは人間の本質はその内面ではなくより高いところにあると次の教育者としてのショーペンハウアーで展開している。クレンモストはニーチェが歴史を消し引けでなくイストリエとしたようにその評論を 生命の歴史部分の利用と乱用として翻訳できると論じた。さらに、このタイトルは、レオンバッティスター・アルベルティの研究論文でコモーディーズ、リタラルウムアトキームは時インコモーディーズに言及した、ヤーコップブルクハルトに起源があると主張した。クレンモスとは、ニーチェが時期を誤ったことは、歴史主義を超え、ビルヘルム・フォン・フンボルトのヒューマニズムへの回帰を、そしておそらくそれを超えて、 ルネサンスの初期のヒューマニズムへの回帰を求めたことだと述べている。この特別な評論はニーチェの内心で大きくなっていった一段と激しいエリート主義を表した注目すべきものである。ニーチェの時期を誤った命題は人類の大多数の集団の不必要さと歴史が偉人だけに存在する意味を積極的に主張する民衆の近代性に直面している。 私にとって、民衆は次の三つの点でのみ価値があると考える。はじめは、反面がすり減り、質の悪い髪に現れる偉人のぼやけた複製として、それから偉人たちへの抵抗として、最終的には、偉人の仕事道具として、残りは、悪魔と統計に運び去らせなさい。フリードリヒ・ニーチェ、生に対する歴史の利害について、本評論は、ニーチェのショーペンハウアーカンが、 如実に受け取られ、この中で提示された三つの人間像なるものは、後の思想的展開の根幹にあたる部分とも言える。我らの近代が次々に提示した、ドイツ文化の三つの主要な人間像、それは、理想的人間、ゲーテ的人間、そして、ショーペンハウアー的人間像であると、ニーチェはここで述べている。まず、理想的人間は、最大の表を持ち。 最も通俗的な影響を及ぼす。理想的人間は自然だけが善だ、自然人だけが人間だと叫ぶことによって実は現にある自分を否定して自己自身を超えて憧れる存在である。なので、この人間像はしばしば激烈な革命への気球が現れる。強い現実否認と本来的なものへの憧れがその特質である。これに対して、ゲー的人間は 理想的人間が身を委ねた過激な興奮の鎮静剤である。ゲーテ的人間は工事の様式における静観的人間となり、保守的、調和的な力を持つ。故に、また彼は俗物に出する危険も含んでいる。では、ショーペンハウアー的人間とは何者か。ここにはニーチェの力点がある。ゲーテ的人間が書いているのは自然的素やメフィスト的な 悪である。そして、まさしくその点で、ショーペンハウアー的人間が我々を鼓舞してくれる。ショーペンハウアーが、ゲーテ的な、単に感想することの上に付け加えたのは、人間の自己自身に対する、誠実の能力である。つまり、自己自身を認識された真理に、いつでも、その第一の犠牲者として捧げ、どういう苦悩が、自己の誠実からは切れてきざるを得ないかを疑似し、それに従うことに、 生の本来の意味を確認するような人間。これが、ショーペンハウアー的人間像に他ならない。人間の矛盾を赤裸々に述べ立てることは、人々には悪意の発露と思われるかもしれない。しかし、ショーペンハウアー的人間の、否定や破壊、そして、そこから来る、苦悩を、自ら引き受け入れる態度こそが、思想を単なる感想や、調和の手段に落ち着かせず、真に、 具体的で活動的なものにするのである。こうして、ニーチェにとって、現代文化は、ショーペンハウアー的人間の登場によって初めて、新しい展望を見出しうるものとみなされるのだが、この、三つの人間像のイメージによってニーチェが解こうと、したものは、根本的に、どういうことだったろうか。まず、理想的人間は、いわば、青年期的な過激で純粋なロマン主義を象徴する。 そして、ゲーテ的人間とは、この過激なロマン主義が、現実社会と調停される道筋を意味している。ところが、これは若い時に跳ね上がった人間が、年を食ってすっかり落ち着くという、世俗的なプロセスに過ぎないことがしばしばある。そこで、ニーチェにとって、ショーペンハウアー的人間は、重要な意味を持つことになる。つまりそれは、単なるロマン主義への復帰ではなく、 ゲーテ的なロマン主義の沈静も必然と見て、なお、その先に考えられる人間のロマン性の可能性として現れたということができる。本校では、リヒャルト・ワーグナーの音楽、人間性が述べられているが、ニーチェは、ワーグナーと友好的な関係であったにもかかわらず、その論評はお世辞にも良いとは言えない。また、原版は出版されたものより、より過激な内容であったという。 ニーチェはワーグナーとその芸術に対する評価の変化から反時代的考察の出版にあたってこの評論の掲載を断念していたが友人である熱狂的なワーグナー研究者のベーターガストに説得され新たに修正を加える形で掲載されることになった。本論はワーグナーとその周辺の人々には好評であったが後にニーチェがワーグナーの音楽祭に出席して 以降、かねてからニーチェが抱いていたワーグナーに対する不安が決定的なものとなり、本校はニーチェがワーグナーとその思想との決裂を予感させるものであった。ニーチェが反時代的考察で示したショーペンハワーから、先の大きな見通しをおよそ次のような形でまとめられることができる。革命の機運の時代の後、その挫折に伴って反動期がやってきた。その結果、 ドイツ文化に次のような現象が蔓延した。これらすべての事柄が忘れているのは、性の本来的意味を強く求め、苦悩を負ってもそれをどこまでも誠実に突き詰めるという態度である。ショーペンハウアーが初めてこうした道筋の可能性を示した。つまり、あくまで純粋なロマン主義にしがみつくのでなく、まずロマン主義それ自体がはらんでいる、現実的な矛盾を、 むしろ積極的にあらわにすること。そして、その上で、それにもかかわらず人間の本当の生の意味は、現実社会の論理のうちには全く見出せないことを、はっきりと示すこと。それが、ニーチェにとって必要なことだった。ありがとうございます。